それにしてもすごい雨だな。停電だ。このビル大丈夫かな。突発的な災害、予測不能の緊急事態。近年、私たちの生活環境を脅かす様々な災害やトラブルが発生しています。例えば落雷による停電は建物や私たちに大きな影響を与えます。こうした緊急事態への対応で最も大切なことは何でしょうか。それは経験。緊急時は経験に裏打ちされた冷静かつ適切な行動が人命、建物、設備の成否を分けるのです。でも非日常的な出来事なんて経験できないでしょ？とお考えの皆様、実は滋賀県長浜市に緊急事態の訓練も可能な特別な研修施設があるんです。それは総合ビルメンテナンスの実績で日本一のイオンディライトが技術とノウハウを結集させて作ったイオンディライトアカデミー長浜です。ここでは業界随一の研修設備を取り揃え、さまざまな環境下で実践型研修を行っています。なぜ実践型研修にこだわるかといえば、経験を通じて多くのことを感じ、より深く考え、気づきや学びを得てもらうためです。例えば防災のための研修設備、いつ発生するかわからない有事に備えて事前にその経験を積んでおくことが大切です。ここでは充満する煙からの脱出訓練、スプリンクラー散水体験、消火栓を使った放水訓練、自動火災報知器の発砲訓練などを実践。緊急時を想定した体験を通じて有事の対応能力を飛躍的に向上させます。もちろん経験を積むだけでなく、日常業務のレベルアップや専門性を高める研修も行っています。イオンディライトアカデミー長浜では電気、空調、給排水などの主要設備も再現。例えば通電のない状態で電気設備に触れたり、給排水の仕組みを観察して理解するなど、通常なら稼働していて触れない設備もイオンディライトアカデミー長浜では自分自身の手で触り、実際に取り扱う機会を設けています。考えながら研修に取り組むことで知識、技術の体得を実現し、受講者のスキルアップにつなげます。他にも実践さながらの研修ができるように、スーパーマーケットやオフィス、ホテルの客室に至るまでリアルに再現。清掃研修ではさまざまな床材を設置し、専門的な訓練ができる環境も整備。さらにソーラー研修では臨場感を感じてもらうために施工用の戸建てまで建設しました。つまり実践に対する本気度が違うのです。また実技だけでは補いきれない知識を習得するための大規模な講義室も用意しています。研修に命を吹き込む講師陣は経験と知識が豊富な専門家をさまざまな業界から招聘しました。すべては現場目線を重視した指導を行うためです。いかがでしたか。今では研修カリキュラムも多岐にわたり、年間受講者は1万人を超えました。このほかイオンディライトアカデミー長浜では産官学連携や他企業との共同を通じて、メンテナンス業務の産業化に向け最先端の取り組みを行っています。人材育成をお考えなら、ぜひイオンディライトが誇る業界屈指の総合教育施設をご活用ください。もうお分かりですよね。総合 FMS のイオンディライトに今すぐお任せください。